皆様こんにちは、稲城市長高橋克弘です。5月4日、安倍総理から今月6日まで予定しておりました緊急事態宣言、これを31日まで延長することが発表されました。これまで多くの国民、都民、市民の皆様におかれましては、各自行動変容にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。皆様のご協力のおかげをもちまして一定の成果が現れましたが、なお緊急事態宣言を解除するまでには至っていないようでございます。今回の延長は5月6日を目標に頑張ってきました、あるいは我慢してきた国民にとっては少し残念なこととなってしまいました。私自身もその一人ではありますけれども、先日5月1日に政府の専門家会議が発表いたしました最新の現状分析提言におきましては、そうした判断がなされており、それが発表された段階でおおむね予測できる内容ではありました。この間一人の感染者が平均何人に移すかということを示す実効再生産数が全国では3月25日の 2.0 から4月10日の 0.7 へ、東京都におきましては3月14日の 2.6 から4月10日の 0.5 へと低下しております。この数値のみを評価すれば感染症の拡大局面にはないわけでありますから、緊急事態宣言の解除あるいは部分解除しても良いのではないかと思われます。しかし感染症患者の方の平均的な入院日数は約 2、3週間、さらに重症者の患者についてはさらに長期化が予定されます。緊急事態宣言の最も重要な目的は医療崩壊を防ぐことにあります。そこで当面新規患者が減少傾向にあっても、重症者を収容する ICU や中等症者を収容する病棟が逼迫している現状では簡単に解除するわけにはいかないものと思われます。そのためあと約3週間徹底した行動変容をもって何としてもウイルスの伝播を阻止いたしましょう。一方で自粛疲れや経済活動停止などによる生活環境の悪化は徐々に高まってきてしまっております。こうした課題に対して市では国、東京都、稲城市の緊急対策を早期に実施をし、生活支援、事業活動支援に取り組んでまいります。またストレスの高まりから生ずる DV 家庭内暴力についても大変問題になっておりますが、これに対してもしっかりと対応してまいります。そしてその後の政府の追加発表では、状況次第では専門家会議の意見を参考に今月の14日あるいは21日にその段階で解除することも検討されるということでございます。ゴールは5月31日にセットされました。それに向かってぜひ再度結束を固め、新型コロナウイルスに立ち向かってまいりましょう。得点を重ねれば期間を短縮するボーナスを得られることができるかもしれません。